コロラド気球事件、コロラド気球事件、コロラドバルーンインシデントは、2009年10月15日に、コロラド州のホートコリンズから6歳のファルコンヒーニー、ファルコンヘーネが空飛ぶ円盤型の UFO に見えるように、銀色に着色した自家製のヘリウム気球に乗ったまま、一時消息不明となった事件。高度1万5000フィート、4600メートル上空に飛ばされたとの情報が伝えられ、 世界の注目を集めた。いくつかの放送局によってファルコンはバルーンボーイ気球少年と呼ばれた。気球はデンバー国際空港の北東19キロあたりの地点に着陸したが、男児の姿はなかった。当局はデンバー国際空港の操業を停止し、コロラド州軍や現地警察のヘリコプターを投入して気球を追跡していた。少年が 気球の中にいないと分かったとき、当局は途中で落ちてしまったのではないかと思い、気球の飛行中何か気球から落下したとの報告があったため周囲を懸命に捜索したがその日の午後、遅くは自宅にいることが判明した。そこまでは普通に事件として報道されていたのだが、ヒーニー一家がラリーキングライブのウルフブリッツアーに取材されているとき、少年がショーのためにやった、ユガイズ、 サイードザット、UM、ウィーディドディスフォーザショーと答えてしまったためこの出来事が少年の父親によって巧妙に計画され実行された売名行為ではないかという憶測が飛び交った。ラリマー軍の保安官であるジム・アルダーデン、ジム・アルダードンは10月18日の記者会見でこの事件はいたずらであり、両親がいくつかの重罪に関連していると発言した。 ファルコン・ヒーニーの両親であるリチャード・ヒーニー、リチャード・ヘーネーと、イーズカ・マユミ、マユミ・イーズカは、ハリウッドの俳優学校であるリー・ストラスバーグ、劇場映画研究所で最初に出た。リチャード・ヒーニーは、リアリティ番組でのキャリアに加えて、ハンディマンでありアマチュア科学者である。同僚たちは彼を、自分の最新の研究を推し進めるためならほとんど、何でもや恥知らずの自己宣伝家と呼んでいた。 ヒーニーはまた竜巻の追っかけであり、ヒーニーが働いていたビルの屋根が嵐で飛ばされた後、1970年代から活動を始めた。その竜巻の追っかけ行為というのは、オートバイに乗って竜巻の中に突っ込んだり、2005年にハリケーンウィルマが起きた時には、飛行機に乗って周囲を飛び回ったと報道されている。ヒーネー一家はニドリアリティ番組のワイフスワップ。 ワイフスワップに登場している。しかも二度目は番組のファンに選ばれて第100回に出演した。彼はこの番組の中で人類とは宇宙人の子孫であり、いつか手作りの空飛ぶ円盤で台風に突っ込みたいと語っていた。またこの気球事件の数ヶ月前にもケーブルテレビ局の TLC にリアリティ番組のイデアを売り込んでいるが、これも相手にされなかった。この事件の後、 リアリティ番組ワイフスワップ、ワイフスワップのプロデューサーは、ヒーニー一家をフィーチャーした番組を作成が進、していたがそれは取りやめになったと語っている。2009年10月16日、リチャード・ヒーニーがカゴを調べ、家族たちが、3、2、1と一緒にカウントダウンした後、気球についていた紐が外れる映像が流れた。気球が飛び出した瞬間、一家は、 悲観にくれた叫び声を上げ、こいつがロープを下ろさなかったんだ。と叫びながらリチャードは気球を支えていた疑惑を蹴った。2009年10月18日、保安官は一家から通報を受けたが、電話が切れてしまったことから、ドメスティックバイオレンスが起きたのかと思った、と当時の状況を話した。地元関係者は子供の安否を確認したが、彼が、 家から出たという十分な情報を得なかった。この事件で使われた円盤型の気球は直径20フィートあり、高さは5フィートあった。完全に膨らませた場合にヘリウムで1000立方フィート以上の大きさがあった。ホートコリンズは高度の地域にあり、気球はほどの高さのところまで飛んでいたということになる。気球はアダムズ軍から ウェルド群馬でほどの距離を90分間飛んだ後、デンバー国際空港から南東にほど離れたところに、あるに着陸した騒動の最中、国際空港への航空機による離着陸は一時的に中断された。ファルコンヒーニの兄弟が気球のバスケットに乗っていくのを見た後、ファルコンはいなくなってしまった。気球が着陸したのをヘリコプターが見つけた際、気球にファルコンは乗っていなかった。 当局は気球が飛んでいる間にファルコンが落ちたのではないかと推測した。ウェルド軍保安官のマージ・マルティネツは気球の扉に鍵がかかっていなかったことを話した。ある保安官の代理人はプラッタービル近くで何かが気球から落ちたのを見たことを話し気球から黒い点が落ちるところを写した写真を見て少年か気球の部品のどちらかが落ちたことを話した。気球が着陸した際 傷などは見られなかった。コロラド州当局は少年を探し、コロラド州兵も UH-60 ブラックホークと OH-58 カイオワを用いて探索に協力した。なお、この際かかったヘリコプターを飛ばす費用は 14,500US ドルだった。この事件の後にいくつかのニュースエージェンシーはこれがいたずらであると疑い始めた。コロラドの保安官は 事件を調査していたはじめは、それがいたずらのようには見えなかったと行っている。そして、ファルコンと彼の家族が、CNN のラリーキングライブで、ウォルフ・ブリッザーにリーインタービューを受け、ファルコンに対し、なぜあなたはガレージから出てこなかったのか。ホワイディド・ユーノット・カム・アウト・オブ・ザ・ガレージと質問をした。彼の両親が質問を繰り返した後に彼は、ユーガイズ。 サイードザット、that, UM、ウィーディドディスフォーザショーと発言した。次の日に、ABC のグッドモーニングアメリカと NBC のトゥデイのインタビューにいて、彼は、彼のコメントに対し尋ねられ、彼の父親もそれについて尋ねられ、そして、再び尋ねられた時に容疑を吐いた。ファルコンの答えは、事件が、売名行為の一部であったかについて、保安官に詳細な調査を追及された。 10月16日に、アルダーデンは、ザ・サジェスチョン・ザ・ト・ザ・ボーイ・バスコチット・ツーハイド・シームズ・イン・キンシーバブルと発言した。10月18日に行われた記者会見において、アルダーデンは、この事件は悪ふざけであると発言した。何時間にもわたり、この事件は、世界中の多くのメディアで報道された。ローカルテレビ局のヘリコプターが、 ライブ放送で飛んでいる気球と救助活動を放送した。気球の中には誰もいないことが分かったすぐ後、エディターパブリッシャーにより指摘されるように、プレスとニュースエジェンシーは何時間にもわたって少年が気球の中にいると報道していた。唯一の目撃者は彼が中に入るのを見たと主張した兄弟だけだったと。そして、テレビ番組のホストはクラッシュした後に、 少年のレポートが事実ではなく、悪ふざけの可能性を指摘した。この事件はインターネットにおいて、バルーンボーイ、バルーンボーイと呼ばれ、事件がリアルタイムで発生しているとき、ブログやソーシャルネットワーキングサイトなどでは、この事件の思惑や、編集されたジョーク画像及びパロディーの話が作られた。話は、少年の安否がはっきりしていないときから始まった。 バルーンボーイ、バルーンボーイは事件の発生から数時間で Google で一番検索されたキーワードとなり、またトップ40のキーワードのうち34が事件に関連していた。2009年10月17日に放送されたサタデーナイトライブのエピソードでオープニングのスケッチとウィークエンドアップデートで2回触れられた。SNL のハードライターであるセスマイヤーズは 気球のモデルレプリカが離れなく、セス、これはいたずらだ、セス、イットワス・エイ・ホークスに、我々は知っている、ウィーノーと答えた。コロンビアジャーナリズムレビュー、コロンビアジャーナリズムレビューにはこの事件について、ザ・バルーン・ボーイ・ストーリー、ウィズ・イッツ・イレジスティブル、ミックス・オブ・ヒューマン・ドラマ・アンド・ダ・ストレンジネスという、レビューが書かれた。父親のリチャードには、 90日間の服役と罰金4万7千ドル。妻の真弓には地域の奉仕活動が課せられ、4年間の保護観察中はこの事件をもとに金銭を得てはいけないと申し渡された。しかしリチャードは2010年にラリーキングライブに出演し、息子がショーのためにやったと発言したのは日本のテレビ番組の取材班が息子に、 屋根裏から出てくるところを再現するよう依頼したことを指しており、あくまで自分たちは知らなかったと主張した。それでも罪を認めたのは、妻が国外退去になるのを恐れてのことだと弁明した。ただし、地元警察関係者はこれに対し、否定的な発言をしている。リチャードの行為は虐待であり、妻や子供たちを引き離すべきだという批判の中、一家はフロリダに引っ越し、 リチャードは変わらず発明を続け、自身が出演するミュージックビデオも制作。英語教師の両親の娘として、日本で生まれ育ち、渡米前に一年間高校の教師経験もある、真由美は、現在学校に通っていない息子たちに勉強を教えている。バルーンボーイとして一躍有名になった三男は2012年に9歳で二人の兄と共に、ヘイネ・ボイスというバンドを組み、 世界で最も若いヘビメタルバンドのキャッチコピーで活動を始め、デビュー曲はチェイシングトーネドス、竜巻を追いかけて、父親がマネージャーを務めている。まゆみは日本の大学時代、ガールズバンドを組んでいたことがあり、ギターが弾けた。それを知った長男が興味を示したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。